どうも、柳妻ゴルフ TV プロゴルファーの柳妻です。今回はですね、ご覧になって分かるようにですね、東京クラシッククラブではございません。どこで、撮影しているかといいますとですね、宮城県にある表蔵王国際、ゴルフクラブにお邪魔してます。なぜこの真冬の表蔵王なのかといいますとですね、新年会をですね、宮里優作選手、石川遼選手と、やったんですけども、その時に牛タンの話が出まして、仙台で牛タンを食べたいねっていう話になって、じゃあ食べに行こうってなって、じゃあせっかくだからゴルフしようっていうことで、じゃあゴルフするんだったらどこっていうところで、実はですね、この表蔵王国際、ゴルフクラブはですね、昔、2006年まで JCB クラシック仙台っていうツアートーナメントですねをやっていたコースで、本当に東北で、男子ツアーがなくなってしまって、非常にこう寂しがってる、残念がってる東北のゴルフファンもいますし、僕ら自身も本当にこうプロデビューして、よく仙台のこの表蔵王で開かれた JCB クラシックっていうのはですね、本当に美味しい牛タンを食べながら試合ができるっていうので、いい思い出しかなくてですね、そんな思いで今回はですね来てしまいました。で、ご覧のように、今まだゴルフ場に雪が残ってて、でもここはなんか比較的雪が降らない地域みたいなところ で今気温ですけどマイナス5度かな、なんか意外と風がなくて太陽出てるんでそんなに寒くないなっていう。この後ですね、宮里優作選手、石川遼選手と、あとは遼のキャディの佐藤義和君と僕とですね4人で、もう何度かやってるんですけど、ペアマッチですね、を実際にここの真冬の表蔵王でやろうと思ってますので、お楽しみに。もう早速、ゴルフ、今日ね思ったより暖かいです。暖かい。今日チーム戦なんで、いや前回この4人でやって、亮と俺組と優作と吉和組でやったんですけど、亮が一人で9アンダーぐらい出してて、圧勝して、もうないから3個1でよかったんじゃないか、組替えしようと思ったんだけどリベンジしたいってこと。はい、お願いします。お願いします。別にいいよ。いや僕ら勝つまでいやいやいや、もう本当いい口実なんですよ。いやいやいやリベンジと称してということで、僕と亮チームと優作と吉和チームで、はい、同級生コンビでいきます。お願いします。グロス、トータルグロスだっけ、あ、ベストだっけ。ベストです。ホールベスト。あ、そっか、トータルグロス。あのさ、一人アマチュアですよ。アマチュア使ってるんです。アマチュア。じゃあ僕早速いっちゃいます。ハンディもいただけるんで。ベストのストローク。もう早速いっちゃいます。キャスさんよろしくお願いします。いやー、ちょっと表蔵王は2006年以来です。2006年の6月以来。懐かしい。え、試合もこの T だった？もう一個前？いや、ここです。お願いします。多分です。多分ここっす。あ、お気づかの方がもいらっしゃると思いますが、僕パラダイムにしてます今。その角度で気づいてたらすごいですよ。いやでも、ちょっと待って。モリガンなし。見えない。すごい右行った。ちょ待って待って待って。これ本当に？マジ？先に18番下見ですね。あれ超えちゃった？超えちゃった？チームで行こう、チームで行こう。チームでいいですか？ちょっと待って、右です。全然当たんなかった。左崖だからね。知らんけど。お、やばいよ。お願いします。見えね。いや見えない。ああいいとこだ。いや本当に見えないって言ったじゃん。ちょっと切ってた？あ、落としない。飛んでたらいいか。前行ってる。すごい、思ったより左下からボールが来た。石川さん1個前ね。そうだよ。1個前のたったハンディ5個。いや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 。だって東北福祉大学のゴルフでしょ。アマチュア相手にたったハンディ5個です。ハーフですよ。いただきます。ハーフ5個だからね。いやだって東北福祉大学のゴルフ部でしょ。今日モザイクかけて。諦めさせたの僕ですけど、そうです。ありがとうございました。おかげさまで。お願いします。お願いします。いや回んねえ体。ちょっと待てよ。めっちゃいい球。
どこ行った？全然見えてないんだけど。完璧だよ。完璧。もう左コーナーフェアウェイ。ドヒールだったすげえ。全然見えてないんだけど。ヒールに聞こえない音がいいですね。マジか。うん、どこ行ったっつってよ。あの僕と同じラインから戻ってきたこれこんなに凍ってる池久しぶりに見たよ。ボール乗ってる。こんなに凍ってる。あれ人乗れる？あれだね。子供の気持ち。落ちる。しゃ。ちょっと。よろしく。マリガン。マリガンなしですよ。アミゴ頼むよ。大丈夫、俺まっすぐ行ったから。優作の見て安心したよ俺は。うん。おお、ちょっと待って、これ使ってください。今日勝てる気しない。これ使ってくださいよ。今日勝てる気しない。ちゃんと見てよハンデホール。ここちょっと待って、あのショットでハンディいる。ガチで勝ちに行きますからね今日。いや懐かしい。僕はここ初めて。そうだよね。お懐かしいな。モテザオゴルフクラブ谷原が勝って最後。 JCB クラシック。谷原勝ちました、ね、谷原勝って最後だった。はい、新藤大輔キャディで。そうか、あれ片山さんと争ったんだよ、ね、確かね、はい、結構ぶっちぎったよね最後。最後すごかったっすね。東さんとか JCB やった時ってやっぱ仙台市内と思ってたもちろん。あ、そうですよね。で、それこそ今夜食べる牛タンを毎日食べてた気がするしかも大盛りで大盛りで一人マジで30枚ぐらいマジでうまいですからね。プロテイン、うん、マジで美味しい。凍ってるから転がって下手したら吉和俺の前行ってるんじゃない。フェアウェイキャッチしてたら。いや俺のちょっときついなそんななの。ヤナプロありました。はい、ね、キャディーさんこれ絶対グリーンコンクリですよね。硬い硬いめっちゃ走るねキャディーさん。やっぱり若いから。若いですね。え、量のあったの。カッチンコチンあります。カッチンコッチンやからな。ご優と、ご優6番やください。もう、どんどん打っちゃってください。僕行ってきます、一人で。はい。これでも全員取れないね。そうですね。これでも、一人で全員分取るの大変だね。ゆっくりやるね。今日体力いるよ。じゃあ行きます。お先、行きます。ちょっと木が邪魔なんで、フック目で。うわいきなりバンカー。はい、いい球。でもこれは出ないな。これ OK、 さすがです。あずまさん打った。見えねえ。バンカー。おい、ついてくんなよ俺ゆうさカート道越えちゃった。越えてないっす。ちょっと落っこちました。あ、やっぱりこの辺落ちたんですけどね。これやっぱ表沢王の一番って難しい。難しいっすよ。バンカー2つある。凍ってる。これはもうりょうちゃんの見て我々は判断するからね。いやこれマジで楽しみ。このアプローチうまい。うめえ。あ、スピンかかった。あれ、あでもオッケーオッケー。ファーストバウンドが跳ねんかったっていうか。いや跳ねたんよ。跳ねたのこれで。めっちゃ跳ねた。これむずいぞ。惜しい。やばい頼むよいやちょっと待って凍ってる。バンカーも。せっせっせっ。うわ。いやうまいよ。うわ。うわ。めっちゃ凍ってる。この前まで沖縄でゴルフやってた人とは思えないな。その感覚の出方。こういうの意外とね、あのアマチュアの方がうまかったりするんですよ。確かに凍ってる。凍ってるよ。
いいんじゃないこれ。めっちゃ良さそう。これいいよ。これいいよ。ナイス。使ってくださいよ。ガリガリ。ガリガリや。これ絶対無理だ。うまい。激うま。ナイス。あ、意外と。やっぱ元トーナメント5さんってグリーン結構硬いっすね。硬い。ね、仕上がってます。仕上がってる。仕上がってね。はい。コンパクション30ぐらいある。ちょっと待って、吉川さん、これハンディホールだよな。これ絶対ハンディですよ、ここ。ね。バーディーじゃん。届くのか？やめろ。いや、なんでだよ。なんでだよ。やっぱり強い。JCB 出たことないくせに。やっぱりね。朝からあれ入る？すごいよね。グリーンが綺麗。信じられない。やっぱね、やっぱ違いますわ。何ラインかわかんないですけど。ちょっとだけ下り。下りライン。OK。さすが、ナイスパー、ナイスパー、よし、吉川頑張れ。いやいや、もういいよ、今日はもうこの前ダボだったっすか、この人スタート上手だったらしい。ゲイ、ナイスボギー、ナイスボギー、ナイスボギーか。すごい疲れた、いきなり右行って左行っていい練習だった、大体やった、大体いい練習だった、すげえドタバタ。でしかも今パター渡そうと思ったらケイさんじゃなかった。これバーディーパットやるのが実質ね、あの多分そうだと思います。彼はプロじゃないんで、ラウンド10枚ハンディが10枚っていうか10だ55ね。で多分ここ難しいホールなんで、これ多分パーパットなんですけど、事実上バーディーパットいけるよ。今日のハイライトですよこれ多分。結果おー、ちょっと右出した。うわ、ナイス、ナイスパーは多分バーディーなんで、ナイスパー。向こうがワンアンダー、うちがイーブンですね。いや俺このホールあんま記憶ないな。昨日うちで一応あの YouTube で表沢は一回デモンストレーションさせてるんですけど、一般のお客さんのゴルフをYouTube で調べて。あ、そういうこと。そう、昔の JCB クラシックじゃなくて出てこないの、 YouTube 載ってないの。じゃあまだ YouTube なかった時だろうね。そう、はい、ケイさん俺多分16本でしょう。はい、よく見ると、はい、フォーペナです。いや俺も16本、あれ見えてるやつよね、グリーン。あさあ全然大丈夫、全然ナイスだよ。左ちょっとチーピン、ちょっと先パタりました。ありがとう。あ、刺さんないからめっちゃ高いんだけど。そう、そうなんです、僕もちょっとみんな今日高かったです、僕も。うわすごい高い。お、全然大丈夫です。続けてハンディホール。大丈夫？おっと、ユウやっちゃいなよ。天ぷらしそうな。確かに。ティーが、そのティーの高さ。うん。おい。あーやば。いいぞいいぞ。これ何ですか？大丈夫だよね。暫定？暫定、ちょっと待って、うちのエースがちょっとおっといいぞ、そんなことある？あまりいいな、これまた違うやつなのかな、これちょっと違うやつ、あのあれで飛んでるからね、しかもしゃあこんな感じか。これだ。ざっす。左はダメだ。右は狙えない。どこに打つんですかこれ。オッケー。
ちょっと待って、吉和いいね今日。この前が悔しくすぎてめっちゃ噛んだ。今噛むとこちゃう。リョン絶対大丈夫だよ。絶対大丈夫で絶対パーで上がんだよ。すごいよね。さっきのあっこからパーやで。間違いない。あで大丈夫だ。一人でちょっときついっしょ。めっちゃ大丈夫っしょ。頑張って。矢野さんさっきの2打目多分取れてないです。いやいいしょうがない。ちょっともうさすがにあの4人でカメラマン1人だから枠外飛んだ球はもう映してもらえないっていう。映す価値なし。俺のチャンネルだけど映す価値なし。映す価値なし。映してもらえないっていう。ちなみに僕はボギーでした。はい、ただあのチーム戦なんで亮がパー取ってくれたんで、まあこうやって18ホールの、まあ、9ホールか9ホールのトータルスコア2人のいいスコアをね取って、昨日ちょっと夜喋ってたんですけど、うん、もうこの4人のゴルフが楽しいから、うん、高齢化してもいいねって言ってました。それ優作同じことです。本当ですか。でシリーズ化しようぜ。もうこれシリーズ化して何々温泉来ちゃいました。飯とゴルフじゃねえじゃん。飯とゴルフしてリョウ打てる。はい、あった。いや、あった。あったけどまだ疲れすぎてボールまで届いてない。いや、なかなかないよ、亮のこうプライベートの林の中っていうのは。ありがとうございます。林の中選手権。林の中選手権だから。あ、おお、ちょっと右かな。ちょっと右。何ヤードくらいあったんだろう。そして何ヤード転がったんだろう。ちょっと待って、確かにこれ多分さ、グリーン直接乗っけちゃダメなやつだよね。ちょっと下が凍ってて全然右のラフで止まると思ったら、あ、せ跳ねないで跳ねないで。あ、跳ねた。ナイスキック、ナイスキック。ちょうどいいんじゃないか。ありがとうございます、アミーゴ。ご覧になってて分かるようにフェアウェイ、グリーン全部凍ってます。でなのであのまあ真冬でこうグリーンが凍ってるホール、グリーンが凍ってるコースってよくあると思うんですけど、僕らはもうそれ計算してグリーンに打たないです。どういうことかっていうと、これだったらもうグリーン乗せると多分奥に消えちゃうんで、跳ねてファーストバウンドをグリーンに落とさないようにやりたいんですけど、なのでもう右手前からアプローチします。そういう冬のゴルフですね。特にグリーンが凍ってる時は。うわ、うめえ。うまくない。あ、ちょっと手前かもしれないですけど、やっぱああやってもうとにかくグリーンに直接落とさない。あ、右すぎ。跳ねるな、跳ねるな。あ、いいよいいよ。あ、ちょっと弱いわ。弱い。ラフだった。ちょっと弱かった。うわ、全然弱い。警戒しすぎた。これまあまあゲレンデ感出てるよね、ここ。なんか1個激馬なんですけど。え、激馬。嘘、誰か。東さんだよ。絶対東さんだ。1個奥にある。奥多分俺。これやっぱグリーンカッチカチ。よし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 、うまいよ。どう凍ってるかっていうと、ちょっと見せてください。これグリーンですよ。いきますよ。これ普通にじゃあ落としますよ、まず。やばいよね。亮のどうやって寄せるのあれ。ゴそこもかな。カンと言ったけど。いきますぜ、いきますぜ。うまっ。止まんね。ナイス。止まんね。さすが東北福祉大学だね。
やっぱさ、冬やる？やってますね。学生の時やってた？学生の時やってましたけど。凍ってる時？やってます、やってます。え、そんな落としどころは完璧です。まあでもあれです、パターじゃね。いや、パターローチあるよ。パターローチあるかな。いや、まあいいや。グリーンにキャリーはダメだ。いや、オーバーでいいよ。もはい、ショートしたらもう入らんから。はい、ちょいオーバーぐらい。そうだね、この前それ言われたんだもんな。ちょいオーバーとか贅沢だぞ。普通に言ったらオーバーするから大丈夫。オーケー。オーバーすぎるなそれ。ちょっといつものいつものよしこさんのアプローチ。ちょっとうまかったっすけど、ちょっとオーバーすぎんな。何か今のキャディが悪い。キャディさんかわいそうに。あ、キャディこっちですよ、うちの。ああ、アミゴモです。今のでよしかずのファンが3人減ったな。よかった、もともといなくて。2パットでパー。あ、そうか、そうか、そうっすよ、そうっすよ、そっか、そっか、早くハンディ使え、使え、使いきれ。やばい、グリーンの速さが全然わかんない。リードしたい、リードしたい。大丈夫か？おお、パー大丈夫か？しっかり打てよ。硬いと速いが一緒になっちゃうんだよね。そうなんだね。硬いと速い一緒になっちゃう。うわ、マンギラを。どうせか。おお、あんまり弱い。OK です。OK。ナイスパーです。ありがとうございます。ナイスパーや、でも。確かに。やっぱ重いよな。そりゃそうだよ。片重です。片重だね。どこが難しい？うん、いや、パターいいわ。パターいいわ。めちゃくちゃ調子いい。調子っていうか、あの前回からそのまま引き継いでますけど。何のあれもないわ。違う。ほら、ほら、おっと、よしかず、はい、引っ張った今。チームボギーある？ちょっと引っ張りました。すいません。え、だからこれラインどっち？あのね、うん、打ったらわかる。わかる。俺もわかるそれは。打ったらわかる。そうでしょ。まっすぐまっすぐ。そうでしょ。まっすぐまっすぐ。お茶の間の皆さん笑わせちゃうなこれ。よし、ナイスパー、ナイスパー、ナイスパー。ヘッドカバー、ヘッドカバー。ポイントリーダーじゃん、2人。え、吉和が貢献してるよ。これだからね、グリーン。こんな…やばいよ。ナイスパー、ありがとう。ありがとうございます。減った3人、多分ファン帰ってきた、今ので。このホールは、まあ、JCB クラシックの時は3番ホールで、結構ね、こう、みんな飛ぶ人は、ワンオン狙ってたかな確か。あ、でも300左の中途半端なバンカー240とかじゃん。あのグリーンの手前のバンカーまで行ったらかなりいいって感じですね。 あれ刺したとこ忘れちゃったよ。ある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 。じゃあもう一回刺して。そろそろ体動いてきてほしい。あれ出てる。いいか。いいよ、バーディー取ったら文句言うから。ギリギリこれ大丈夫でしょ。うわ、完璧だ。いやアミゴ、めっちゃいい。ナイス。左が赤いやつですかこれ。左、そうだ、カートの左まで行けば。右からです、南風だったら。ひょーい。これ日陰に落ちるよ。あ、まっすぐ跳ねた。まっすぐ跳ねたね。はい、サブグリーンのちょっと左ぐらい。
ちょっとひどい。でもアプローチ結果いいアングルで。結果？うん。これなんか加工で同じ T からやってるみたいにできないですか？そんなことないよ。あ、聞こえてた聞こえてた。まだ？チームメイト。いいよいいよ。初のミスショット。これ危ない。OB。これって OB なんか。ないもんな。もう一回お願いします。ナイス。ナイス。OB なんで打たなくていいです。これって左のカラーに打たないとダメだよね。ちょっと全米オープンみたいなマネジメントしないと。そうだよね。左手前よ。まあこうハンディないからもう。ハンディないし OB だし。あ、そうだ。もう何や、そうやったもん。これグリーン凍ってるんで左打ちます。あ、やばい、バンカー。やっぱりあれでしょ、あえて乗せないんでしょ。乗せないけど、あのバンカーまでは自分もイメージしなかったです。マン引っ掛け。次行きます。お願いします。開いたね。あー、飛んじゃってる。悲しい。これはプロ殺しですね。めちゃめちゃうまかったね今。だからグリーン直接乗せたらダメだって言ってるじゃん。もう寄る気しないんだけど俺今の見たら。これが見たかった、これがやりたかった、これがやりたかった。一番硬かったやった。どうすんのよこれ。はい、これはね、あの凍ってない、マネジメントっす。凍ってるのとは別の事件が起こりました。あれ、俺アプローチ良かったんだけど。じゃあ僕行きます。行きますよ。ゆうさく頼んだよ。これも楽しみだ。うわー、あ、うまい。スピン効いてる。でもしょうがない、しょうがない、グリーン上で止めてきた。しょうがない、もう乗ったの奇跡。アプローチ昨日良かったんだけどな。おお、完璧。いや無理だな、ちょっと。あ、ここ凍ってなかった。ここ凍ってない。凍ってる。このホールやめようかな。ゴーゴーゴー。あー、ナイス。うん、ちょっと待って、2打差はやだな。このホールどうです、僕もういいんじゃないですか。うん、はい、いいっつって。OK ダボです。ちょっとでもそれ打って。そういうダボで、ちょっと打ってみて。優作の手前に落ちたもんね。うわ、あのもうあのあそこ狙いました。すごい、両抜いて。もうやっぱお疲れ。いい、ありがとうございました。もう疲れ。いいで、何ラインよ。チョイスネークか。キャディに徹するわ。チョイスネークじゃねえか。ちょっとアゲンストもあるよ。これ何でこんな強いの。アゲンストもあるよ。あ、全然いかない。もう一回最後。ナイスパー。すいません。よし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 。ライン乗ってたのに。いいよ。まあ量は入れてくれると思うんですけど。これ多分ほとんど同じライン上なんで。見てて見てて。めっちゃ見ます。後ろから見てます。違うよ。スライスだっつってんの。オッケー。オッケーです。ボギー。左縁。うち、うち、
ちょっとさ、見てこれ、はい、ワンチャンあるよ、ガチャンか。めっちゃ真面目っす。さすがです。よし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 。これ何今の。ナイスパー。パー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 ガチャガチャやった割にはパーなんだ。ちゃんと締めるとか締めるんだね、うん、あれ次どういうホールだっけ。ロングじゃないですか、あの右左ドックの打ち下ろしの。ああ、あれか。記憶ないな。あったあった。40度ぐらい打ち下ろしたんじゃない。バックナインしか覚えてないかも。今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どん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 、コメント欄にですね、やってほしいことを書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録とですね、通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。